できたよ。今日は一緒にキャッチボールやろう。リンは走るのが好きなんだけど、たまにキャッチボールがしたくなるんだ。走るのと一緒で、ボールが行ったり来たりしてる間は頭の中空っぽにできるんだ。気分転換にちょうどいいよね。え？リンと一緒にキャッチボールすると緊張する？え？なんで？ボール落としちゃった。どうして？リンとキャッチボールすると緊張しちゃうの？投げる時のフォームが可愛い？そんなこと考えたことなかったよ。本当なのかな？でもあなたは多分嘘をつかない人だし。考え事しないはずなのに、なんか変なこと考えちゃった。キャッチボールしようって誘ったのはリンだけど、胸がキュッてしちゃったから一回休憩しよう。